キョン。いやー見事な神っぷりだったな。バッチリ目撃しちまったぜ。何の話だ。ごまかすんじゃねえ。さっきの大声コンテストの話だ。ニヤニヤするが。まあそれはそれでネタとしては美味しいけどよ。えらいトンチキなこと叫んでたよな。宇宙人だとか未来人だとかすっかり鈴宮に毒されやがって。なんかキョンが山岳部の壁登ってたっつうから様子見に来たらそういうオチかよ。ってそうそう、その前にお前いつの間にあの鈴宮と知り合ったんだ。さあな。失礼ですが、あなたも鈴宮さんのお知り合いですか。俺、ああ俺はあれだ、中学の時の同級生。なるほど、そうでしたか。そっちは。僕は紅葉園学院の生徒でして、鈴宮さんとは学友といった関係でしょうか。まっそう。キョン、あとそっちのお前も悪いことは言わん。あいつはやめとけ。それはどういう意味でしょうか。鈴宮の鬼人っぷりを知らねえのか。中学時代のあいつはそりゃもう誰も手がつけられないほどの変人でな。谷口、その辺にしとけ。何言ってんだキョン。俺はお前らのためを思って。余計なお世話だ。なんだそれ。お前は親友の忠告が聞けねえってのかよ。ああこれ以上聞きたくないな。悪いが続きは穴掘ってそこに向かってやってくれよ。なあ、そうかい、分かったよ。なんだよ、すっかり鈴宮に入れ込んでるってことかよ。たぶんあんまりプラス展示ほたらかしにするんじゃねえぞ。失礼、クラス展示をほったらかしにするなと聞こえましたが、そうだったんですか。あ、それはどうだっていいんだ。ですが。気にするな。失礼ですが、そもそもなぜクラスの催しを放置してここまで僕や鈴宮さんにお付き合いされるんです。あ、いえ、例えばそれが鈴宮さんに対する恋愛感情ということであれば納得もできるのですが、少なくともあなたにそのような素振りは見えない。友情というにはそれ以上のものに見える気もします。無論僕とは今日出会ったばかりで我々の間に根拠となるような理由も見つけがたい。なぜなのです。それはできればごまかさず正直にお答えいただけませんか。クラス展示は俺の代わりは誰でもできるけど、春日がこの学校で当てにできるつては俺だけだ。そうですか。なるほど、そういうことですか。さて、そろそろ行きましょう。鈴宮さんがお待ちかねです。